パウロは小アジアの中部、ガラテアという地域のキリスト教徒の共同体にあてて、この手紙を書いている。本書は、違法人のキリスト教徒が、ユダヤ教の立法をどう考えればいいかという問題を扱っており、この問題は、初代教会では重要な問題であった。ローマの信徒への手紙と並んで、パウロの神学思想が最も明快に示された書簡であり、 カトリック教会のみならず宗教改革後のプロテスタント教会へも大きな影響を与えた。ガラテヤ人への手紙、ガラテヤ書とも。また客中などでは、とりわけ小説を伴う出展参照において、しばしばガ、ガラテヤ、ガラ等と略記される。パウロが手紙を書いている、ガラテヤの教会がどこにあったのかということについては、未だに議論が続いている。 一部の学者たちは、ガラテヤというのは小アジア北部に住んでいた、ケルト人の名称であったと考えるがこれはあくまで、少数意見であり、大多数の学者たちは小アジア中部のローマ帝国での、故障が、ガラテヤであったと考えている。ただ、この地域には、紀元前270年頃に、ヨーロッパ中部から南下した、ケルト人が移住し、 独自の文化と言語を保っていたことも事実である。使徒原稿録にもパウロが、ガラテヤとフリギア地方へ向かったという記述がある。使徒原稿録16、6及び、ガラテヤの信徒への手紙1、8、4時13分、4時19分によれば、ガラテヤの共同体は、パウロ自身が創設したものである。信徒たちはかつて京都であったものがほとんどであった。 この共同体はパウロが離れた後で異なる福音を伝える者たちが現れ、信徒の間に混乱を引き起こしていたことが伺える。パウロはこのような教えに耳を貸さないようガラテヤの共同体のメンバーたちに強く求めている。書簡に現れる反対者たちと呼ばれる教師たちがどのような人々だったのかは意見が分かれるところであり、 パウロの言葉からその思想を再構成するしか方法がない。現代の聖書学者たちの中で主流となっている見方は、彼らがユダヤ教から回収したキリスト教徒であったということである。彼らは異教徒から回収したキリスト教徒に対し、ユダヤ教の立法を完全に守るよう要求していたようである。本書館からは、割礼、安息日の遵守。 モーセの立法の遵守などをめぐって意見が戦わされたことが伺える。パウロの言葉から推測すると、ユダヤ教からの回収者たちはアブラハムを引き合いに出して、契約の印としての割礼の意味を強調したようである。さらに彼らは、ギジニヤコブに従うエルサレムの教会を支持することで、パウロの使徒として正当性に疑義を転していたことががえる。また、 このような教師たちの言動が、ガラテアの信徒たちに大きな動揺を引き起こしたこともわかる。研究者によれば当時、異教から回収したキリスト教徒たちは、アイデンティティの喪失に悩み、立法の完全な遵守という明快な指針を示した、教師たちに魅力を感じていたと考える。パウロは、ガラテアの人々の精神的動揺を叱咤している。彼は、 自分の伝えた福音が立法からの自由そのものであったことを思い出させる。パウロは自らの改心の敬意と使徒としての資格の正当性、さらにエルサレム教会との関係について詳しく述べる。パウロは自らアブラハムの物語の意味を再解釈して人々に伝えている。近代聖書学者の最初の一人、フェルディナント・クリスティアン・バウアは ガラテア書がパウロによるものでないと主張したが19世紀以降、この書簡がパウロ本人の手によるものであることを疑うものは少なく最もパウロらしい書簡とさえ言われる。ガラテア書が神聖なパウロ書簡であるという判断根拠はそのテーマ及び様式にある。扱うテーマはパウロ文書によく現れるものであり、具体的な内容も使途書と矛盾なく関連し合っている。 何よりに、1から10においてパウロは、エルサレムでの使徒会議を、使徒書15章とは異なる視点から描いている。パウロの名を借りたその後の非申請書館の多くは、エルサレム会議に触れても、あくまで、使徒書の記述をなぞることしかできないため、逆に、使徒書にない詳細を書いていることが、ガラテヤ書の申請者の証となっている。本書館の中心テーマは、 異教徒の改修に関わる問題である。これは本書館がまだほとんどのキリスト教徒が、ユダヤ教の出身だったキリスト教の最初期に書かれたことを示し、パウロの存命中に書かれたことも示す。本書に描かれる教会共同体はあくまでごく小規模なものである。ガラテア書の成立時期と宛先については二つの有力な説がある。第一は、 北ガラテヤ説で、この書簡が、使徒書18時23分に書かれた、パウロの第2回ガラテヤ訪問の直後に書かれたという、ものである。ガラテヤ書に、1から10に書かれた、パウロのエルサレム訪問から考えれば、成立は、使徒会議の直後ということになるだろう。さらに、ガラテヤ書と、ローマの信徒への手紙の共通点を考慮すると、両書は、同時期、 パウロのコリントス体在中に書かれたものということになる。どちらも同じ思想を中心としながら、ガラテヤ書は当地の共同体の要請に応える形で急いで書かれたもので、ローマ書はもっと計画的に体系的に書かれたと見ることができる。一方の南ガラテヤ説はパウロがエルサレムの首都会議の直前あるいは直後、おそらくは エルサレムに向かう途上で書いたのではないかと考える。パウロは、エルサレム訪問後に戻ったタルソスにおいて、もしくは南ガラティアを訪ねた第一回宣教旅行の間に自分が創設した共同体に向けて手紙を書いていたとしている。ガラティア書は、立法とキリスト教徒の関係について述べている。すなわち当時のユダヤ教徒及びユダヤ教出身の キリスト教徒たちが持っていた立法の遵守なしに人間は義化され得ないという立場に対する反論の書という性格がある。冒頭部分でパウロはなぜこの手紙が書かれることになったのかという次第について触れている。第1章で、まずパウロは自らの使徒としての正当性を改めて主張する。第2章から第4章においては立法を重視する人々によって 福音の精神が傷つけられていると主張される。第3章では、ガラテヤの信徒に対し、イエスを中心とした、信仰ないし、イエスの真にしっかりとどまり、精霊の実りを受けるよう求めている。第4章はそこまで扱った問題のまとめと、祝福。5章と6章は、キリスト者の自由について述べられる。ガラテヤ章と、ローマ章は、共に、議家が、 道徳的な行いや儀式によって得られるのでなく、神の恵みによってのみ与えられることの何よりの証であり、イエスを信じる者だけが受けられる神からの贈り物であることを示すものであるという。6章十一節においてパウロはこう述べている。私はたくさんの手紙を自分で書いています。このような言葉が入っていることは他人によって口述筆記した他の手紙と違い。 この手紙はパウロが自ら認めているということを示唆している。このような末尾について、17世紀の聖書研究者、ジョン・ライト・フットは、おそらく末尾までは筆記者に書き取らせ、最後の部分は自ら書いたのではないだろうか、と言っている。また、パウロの名を借りた手紙が他人によって書かれるようになると、パウロは、 自分自身の手紙であることを強調する一文を付加するようになったのではないかと思われる。ガラテヤ書の場合は、終わりの書を丸々パウロが自分で書くことで、内容をまとめているのだろう。彼はギリシア語の大文字で書いたものと考えられるが、そこにも、パウロという人間の熱情が感じ取れるとも言う。ガラテヤ書2章16節から4章31節において、パウロは、 ユダヤ人の伝統的宗教行為とキリスト教徒の信仰、すなわち立法の行いによる義とイエスキリストの真による義を対立させて論じる。ギリシア語、ピステオースイエスは文法上イエスに対する信とイエスの持っていた真の二つの解釈の可能性を持つ。伝統的に西方キリスト教ではこの句を前者に返し、 キリストイエスに対する信者の信が、信者を神と赤いさせ救済へ導くとするが、正教会には、この句を後者に返し、新人に性を持つイエスの人生において、その生涯全体に現れている神への信が、全人類の救いの根拠であるとする解釈がある。後者の解釈においては、その歓喜人間性において、歓喜心を体現するイエスに、 信者は洗礼を経て、温調のうちに神秘的に対合し、義とされ、救済されるとする。なお1983年に、リチャード・ B ・ヘイズがこの問題に関する論文を発表して、以降は、西方の研究者の間でも、この箇所の解釈として、後者と同様の所有的属格としての読みが強く、支持されるようになった。日本では、聖書学者の佐藤健、 大田修司や田川健三、哲学士やの清水哲郎などが、所有的属格としての解釈をとっている。レファレンス2ザガラティアンズ2時16分マイナス4、31イン、ザ・オーソドックス・スタディ・バイブル、P427、ストリート・アテネーシャス・オーソドックス・アカデミー、1983、ローマ書におけるピスティスト・ノモス。一橋大学機関レポジトリ。 2014年5月29日閲覧。ABC 佐藤健、旅のパウロ岩波書店、ISBN978 から40から0023795から、6、P221P231、清水哲郎、パウロの言語哲学、岩波書店、ISBN978 から40から0026581から、2、第1章。ありがとうございます。